さあというわけでですね、裏タレント TV でございますけどもね、今回の企画はですね、裏タレント TV の部屋というわけでね、我々が所属しているね、ソニーの、渡辺隆という男が司会をしまして、そして最近入ってきた大谷フェスティバル、こちらが質問に答えるというね、コーナーでございますけども、ただのコーナーではございません。大谷フェスティバルが真面目な男で答えをずっと返してるんですけども、それに対してね、渡辺隆がずっと変顔をするというね、これはすごい見どころがあるんでね、まあまあやいやい説明してもね、分かりにくいと思うんで、もう VTR を見てもらったらいいんですよ。じゃあもう松本さん、 VTR の振りをね、スタート。早いな、おい、早いな、早いよ、早いでー、早かったねー、死んでるー。どうぞ。裏タレント TV の部屋、司会の渡辺隆でございます。本日のゲストは最近 SMA に入った大谷フェスティバルさんです。どうぞ。どうも、はじめまして、渡辺隆でございます。大谷フェスティバルと言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞおかけください、はい、早速お話の方ね、いろいろ聞いていた、はい、聞かせていただきたいと思います、はい、ね、今日のファッションのポイントなんかは、今日はそうですね、先輩がこういう感じが、まあ、お前らしいんじゃないかな。あ、そうです、先輩からの助言ということですね、はい、なるほど。それではね、お話のいろいろ聞いていきたいと思います、はい、ね、まず大谷さん、大阪の方でですね、はい、ご活躍されてたということでございますけれども、そうですね、はい、ちょっとなぜですね、はい、最近なられまして上京されたんでしょうか。あ、そうですね、やっぱり大阪もいいところなんですけど、やっぱり東京でもやっぱ活躍したいなっていうことですか。テレビがやっぱり意識をしまして、出たいなっていうことで上京しましたね。なるほど、はい、そういうことで上京されたということで、はい、やっぱりね、テレビとか東京の方が、そうですね、はい、なるほど。その上京されるにあたりまして、はい、地元の人から反対などはなかったんですか。あ、結構いましたね、行かないでくれっていう、ね、人もいました、後輩とか最後送別会とかね、開いてくれたりしたんですけれど、ちょっとやっぱり悲しかったですね、はい。ね、いろいろあったということで、反対はあったということで、まあ芸人されているということですけれども、はい、目指している芸人さんなんかはいらっしゃるんでしょうか。はい、それはもうやっぱりダウンタウンまあさんまさんとかやっぱり見てたのがそういう世代といいますか感じなんで、見て目指してますね。ダウンタウンさんまさんがね、はい、そうですね、目指してる芸人、はい、まあ、芸人としてもう何年やってるんですか。芸人としては、もう9年目なんですけど。あ、もう9年やられているということですね、はい、じゃあ大谷さん、芸人としての夢ってありますかね、はい、夢ですか。そうですね、やっぱりなんかやっぱり僕の笑いでお客さんがわっとこう一気に盛り上がったな、おや、やっぱり盛り上げてくれるな、みたいな、そういった芸人になりたいなりたいですわっと盛り上がる芸人ね、なりたいということでございます、はい、なるほどね、はい、いやでもね、頑張っていただきたいとは思うんですけれども、はい、やっぱり芸人さんということでね、はい、とやはり滑らない話なんていうのをお持ちでしょうか。あ、ね、滑らない話、滑らない話、やっぱりね、今流行ってる舞台なんで、ちょっと僕やっぱり芸人さんの滑らない話を聞いてみたい。うわー、ねえ、ちょっとあれですけども、ね、まあ、ちょっと話させていただきます。あ、お願いいたします、はい、いや僕ね、まあ、西成に住んでるんですけどその時まあ、ナンバーでバイトがありまして5時からバイトで、起きたのが4時半でして、あ、これもう間に合わないなと、自転車で飛ばさないと間に合わないなと思いまして、慌てて自転車乗ってバイト先に行こうかなと思ったんですけれども、自転車がないんですね。あれ？と思いまして、
探しましたら僕の家の前にあの公園があるんですけど、そこの公園にですね、あの老人が座ってまして、なんと僕の自転車を前にして4900円のプラカードをかけて僕の自転車を売ってたんですよっていう話なんですけど。なるほどね、はい、なるほど、はい、あ4900円で売っていたということでございます、はい、売られてたっていう、ね、それはね、今まで滑ったことがないということでね、その話、ね、まあ、はい、なるほどね、まあ、芸人をされているということですね、うん、やはりライバルなんかはいらっしゃるんでしょうか。え、ライバルですか。やっぱりそうですね、まあ、同期の全員ライバルかなと思ってはい、大阪を含めてですけど、あの、東京も同期の芸人はライバルかなと思ってます。TV の部屋、ゲスト、大谷フェスティバル様でした。フェスティバルさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。